昔々ブエリーナ様は宝石の瞳を持つジュエルペッカと老後を踊って毎日エンジョイしていました。しかしある時大きなミラーボールが砕け散ってしまったのです。そして長い長い時が流れ、正義の味方キラデコハイドがやってきました。番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。で流されてきたやつ、その顔に記された謎の黒い朝、平和なこの町に何が。これはこの後ジュエルタウンに起きる恐ろしい事件のほんの予告編にすぎなかったんだわ。謎のオーサンゴーパーサラー、何が流れてきたのか、南の国ですね。キラキラ光るサバでも釣ってみんなに喜んでもらうんだもの。お？あれは、ああ、そう、川から跳ねたサバなんだもの。行くんだもの。わあ！おお、そう、巨大で。
黒くて丸い。あれは。わあ、なんとも玉のこと。ガーネットが喜ぶかも。なんだろう、これが真理というものかな。デコストーンを探そうとする奴らは全てやっつけてやるやに。今日こそは本気やに。俺様は本当すごいんだやに。美しい闇の貴重品デキルキッなんだやに。ではその石炭のギャラ見せてもらおう。暗闇大好き暗闇暗闇俺様が本気になったら食えんやに。だから一体何のことやねん。もともと私たちにまで隠さなくてもいいじゃありませんか。今デュエルタウンを騒がせている謎の化け物のことだっけ。謎の化け物。そうだ、あれも俺様のやったことやに。やっぱり、さすがゴール様、私に早速の日や、体の取り入れて、体の中の苦労、私の中まで熱いって言ってます。もっと褒めるやに。謎の化け物、こいつは使えるやに。一体何が起こっているんだろう。こういう時は、状況を整理するところから始めましょう。まず、余韻が残った謎の言葉。デコストーン、謎の谷、巨大で黒くて丸い。あと鋭い爪。つまり、これをまとめると、デコストーンを探して笹の谷に行ったら、巨大で黒くて丸い、鋭い爪を持った怪物に襲われて、あっという間にやられちゃいました。と、うわぁ！朝の映像テレビの時間だ。今日は何かなぁ。その影響でお花見、遠足、運動会などのイベントはほぼ全て中止となっています。一体このような状況が…なんかかわいそうに。ほんと、お花見も遠足も運動会もない生活なんて。早く地球を救わなくちゃ。こういう時はあなたに。じゃあ他に地球を救えるのは…え？そうだよね。じゃあ行ってきまーす。行ってまーす。地球を救うためとはいえ、どうして私一人が。なんか、ルビー、やっぱりルビーも行こう。ルビーと一人を危険な目に合わせられないよ。でも、あのレッドさえ、あんなことになった危険な場所だよ。地球のためにルビーを巻き込めない。忘れたの？私たちの目的は一緒だ。だって、ルビーもピンクも同じきらびこを愛する聖なるデコラーだもん。聖なるデコラー。さあ、行こう。デコストーンを探しに。ピンクは、ピンクは、ピンクは、ピンクは。
かんないで来たの？え？あ、そういえば。信じらんない。ルビーに言われるとなんかムカつく。あ？ムーン。コールか！やりますと行く。おいしいタケノコご飯とサタノタニツアー。参加のお申し込みはこちらやに。サタノタニ？今なら先着2名様まで無料やに。参加しまーす。2名様ご案内。わーい。お久しぶり。皆様、本日は闇バス会場ツアーをご利用いただき誠にありがとうございます。まずは最高級マッコラスンジで炊いたタケノコご飯を召し上がるやに。わー、タケノコご飯が食べられて、ただのためまで行けたなんて、闇バス参加は最高。やらー、この二人世間はそんなに甘くないんだわよ。おいしい。やに、このままあの二人をササラタニに連れて行って、謎の化け物にやっつけてもらうやに。その隙に俺様はてこすんよやに。はーい、バスはここまでやに。この先はササラタニまでくるくるやにやに、楽しいハイキングやに。さっさ、行ってらっしゃいやに。はーい、行ってきまーす。でこわーでこわー。それではごゆっくりお楽しみください。ご苦労さんやに。これであいつらの運命は決まったやに。ここ、ちょっとしてここって、サタノタニー！
助けてくれたよ。うまくいったやん。あとは化け物にやりつけもらって、俺様は炭火で一人楽しい闇棒ですよ。闇棒やん。おガーネット。よかった。目を覚ましてくれて。
ガーレット、僕のために泣いてくれたんだね。君の涙はどんな罪でも救って。違うわよ、勘違いしないで。あなたがいなくなったら全ての仕事が進まなくて困るだけよ。治ったなら早く帰ったら行くぞ。下骨はどうした？俺の下骨上は下骨は、ああ、サバじゃなかったもの。ああ、そんな気がついたの。危ない危ない。ああ、なんだ、下骨さん、下骨さんよ。おお、下骨さんが見つかってよかったわ。ところで、その頃コールは、もう一皿小さいやに。闇、うわー、よく寝た闇。そろそろ様子を見に行ってみる闇。きっと今頃あいつらは闇に闇ずいぶんと静か闇。ほうほう、実は俺様、俺の中とかは青い闇。コールはマジで本当に、スポンサーの提供でお送りしました。